久保さんまあ自分の人生は自分の地図は自分で作れって感じですよね、うん、多分ねまあヒントはあるんですよいろいろとまあ僕も成功してる成功したいな金持ちになりたいなっつっていろいろ勉強してきましたけどまあいろんなヒントテクニックありますだけど結局それをね自分のものにするためには自分でやんないといけないですよね でやってみて、またやってみて、自分のものにしていかないと、うん、結局その自分が成功した話ではないし、自分がうまくいった話でもないわけなので、結局その自分に合わせていかないと。合うものを探すんじゃなくて、合わせていけって感じですよね。うん、聞いてらっしゃい。